皆さん、お疲れ様です豊かですいやーもう早いものでですね9月が終わってしまって10月に入ったところなんですけれども9月の家計簿を公開したいと思います僕の家計簿なんですけれどもこんな感じの家計簿をつけてますえっとですねナンバーズで管理し始めてはや1年かな1年間ぐらいこれで家計簿生活ができてるっていったところで まあ僕はですね月あの固定費とかは除いて5万円で生活することを心がけておりますといったところで今月じゃないまた間違えた先月9月分の家計簿一緒に見ていけたらと思います早速内訳がこんな感じですトータルが9月は4万8円と無事に目標達成でございますはい5万円以下で えー、生活することが無事にできました。といったところで9月はですねちょっとイベントっていうのがあるんですけれどもちょっとこのイベントはあの山に行きまして天城山っていう伊豆の方の山に行ったんですよ。っていったところでちょっと,、えーとですね、ワークマンとかで、ね、山用の靴買ったりちょっと服,あの服買ったりっていったところとあと天城山までの高速台とか。 お昼ご飯とかですね、そこがちょっとイベントとして、まあ、入ってるっていった感じになります。であとはちょっと食費がね9月は結構多かったかなと思ってるんですよね。まあ原因は完全にお酒なんですけどねちょっと9月って3連休が多かったじゃないですか2回あったのかな確かだったんでちょっと客飲みで明け暮れたっていうのがあったんでちょっと食費が。 多くななっっっちゃってるかなといいた感じでござまます、まあね食費もどんどん、ね、値上げラッシュで特に10月がピークって言われてるんでちょっと今月も厳しいかなお酒控えた方がいいのかなとかもちょっといろいろと考えてるところでおりますで外食外食めちゃくちゃ少ないですね9月はほとんど家で家で食べた分この外食と、まあ、食費僕分けてるんですけどうちは今日これは合わせて2万1242円なので 食費で2万円って考えればまあ妥当っちゃ妥当なんですよねよくよく考えるとその分だって家で自炊してる分まあそりゃ食料品の方がちょっと上がりますよねっていったところで改めて考えると妥当かなと思いますで、えー、交通費ですねちょっと、えー、とあるところに行ってきまして家庭の事情で、えー、出かける必要があったので交通費にそこは加算してるっていったところですね で日用品日用品は何買ったかなというとあクリーニング代とかですねスーツのクリーニングとかあと冬用の長袖の T シャツを1枚で買ったっていったところで、えー、ま2880円って感じですねで、えー、まその他は何だこれはああその他はあれだなんか住民票をなんか発行した時のお金とかがその他もろもろとかってる で、ガソリンは僕はあの月3000っていう、あの、マイルールを決めてるんで、まあ3000ですね。といった感じで、9月は4万8000でございました。よしといった感じですね。実際、あの、家庭の事情のこの交通費と、えー、イベントですね。これがなかったら、結構いい感じだったんじゃないんでしょうか。交通費と、イベントがなければ、 2万7,331円ですねで、まあ、生活できたといった感じになりますと生活費4万八円で無事フィニッシュといった感じになりますただですねあの僕のこの家計簿ですね結構未形状のものも実はあるんですよといったところでちょっと散財してしまったまあ四万八円なんで4万円と考えて結構あの未形状のものが あるんでそれをあの未計上の残から1万円持ってくると、まあ、5万円っていったところで、まあ、今月も5万ぴったしというあの無理やりそういう感じで自分の中でやりくりをしております。なんであのアプリとかの家計簿あると思うんですけれどもあれだと絶対にあのクレジットの請求分がその月の支出になっちゃうんでなんか嫌だなとか思うのであの僕は。 まあめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、まあ、こうやって一回一回手入力で家計簿つけるようにしてますあと手入力の方がやっぱりお金使ったなという感じがするっていうのもあるんで僕の場合はこんな感じの家計簿をつけてますといったところですね9月は無事に5万円でフィニッシュちょっとねまだ未計上分がいろいろとあるんで 今年の未形成分はもちろん今年中にっていったところでまあ後々、まあとあと12月とかにバンってもう12月は5万円はもうオーバーしちゃってもいいかなともう今までの未形成を生産といった感じになるかなと思いますただ日々の生活費は5万円以下で暮らすようにしてるっていう感じですねはいということで荒沢男子の9月の家計簿事業でございました無事に、まあ、目標達成といった感じで 2月は着地できたんでこんな感じでございますよかったらですね今度あの僕のこの家計簿の付け方っていうのは、まあ、今 Excel をバンって Excel じゃないナンバーズをですねバンって一部写してるだけなんですけれどもまあ、どういう感じでつけてい,ていってるのかっていうところをまたご紹介できればなと思いますそれでは本日もありがとうございましたではでは